それでは演奏していただきます。セカンドステージ、まずは野口さんのソロですね。はい、セカンドステージ、はい、始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1曲目は自分の作った曲を聴いてほしいと思います。この曲はですね、震災以降、震災の年の12月に仙台と石巻の方にお邪魔したんですけども、その時に出会った石巻の女性に作った曲です。聴いてください。あなたの笑顔。あなたの笑顔という曲でした。それではもう一度シンガー木島優太を呼びたいと思います。木島優太。おかえり。ただいま。
次の曲はね、皆さんのご協力が大変必要でございます。僕は初めてこう東北に来てこの曲をやった時に、こんなにこの曲にパワーがあるんやっていうのを思い知りました。ね、すごかったですね。えんやとっと、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 あれこれね、あれですよ、今週の火曜日にあの老人ホームにお邪魔したんですけども、その時はね、もうこれ言った瞬間にもうおじいちゃんおばあちゃんが全員がえんやーそうえんやーと始めてくれて、総立ちですよね。総立ちじゃないよ、総座りやわほんま総立ちに見えるぐらいの盛り上がりやったっていうことですよ。サイタラ節をギターバージョンでお届けしたいと思います、はい、これ皆さんご存知の方はね、一緒に歌ってくださいね。いや絶対知ってますよね、歌えないはずがないですよね。えんやとっと、えんやとっと、えんやとっと、えんや、はいもみて、えんやとっと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 、恥ずかしが出たら楽しみ半減しますからね。松島のさよつい感じ炎の寺もない声、あれはそりゃ太陽だい、前は海さよ野口亮助けてあげてくださいね。助けて維新の巻さよその名も高い、ひより山とえ、あれはそりゃ太陽だい、西東さよ松島と島、目の下に吠え、あれはそりゃあどっこい、えんやとっと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 、野口亮。やっぱり盛り上がるなこの曲ね。僕民謡歌って長いですけど、ギターで民謡歌うとはね、本当思ってなかったですね。これはもう野口亮の才能ですね。これは もう一度大きな拍手を。とんでもねえ。それでは早いものですか、もう今日のライブセカンドステージ最後の曲になりました。一応最後の曲となりました。準備してへんから、ね、準備はないな、感じもない、まだ来てない最後はね、木島くんのオリジナルをお届けしたいと思います、ね、今日オリジナル歌ってないですよね、一曲もですよね、ここで初めて聴いてもらうわけなんですが、まあ、先ほどトークの中でもあったようにですね、僕がこのスタイルというか、まあ、いろんな曲に拳を、自分の拳を入れ始めたのがここ 1,2 年のことで、それこそですね、27、8の時に本当に音楽
をやり続けるかやりやめるかっていうところのこの瀬戸際に立ちまして、これ結構ミュージシャンの方に聞いたら皆さんこの年なんですよね、男の方は。でそこを乗り越えたら、なんかこう一気に吹っ切れまして、で今までやっぱり民謡をやってるというのでいろんなこうおじさん臭いだとかおじいちゃんみたいとか言われたことも、子供の時にあって、子供の時に言われたことってやっぱりトラウマまではいかないんですが少しやっぱ気になるんですね、ずっと。でそれがようやくこの年になって、そんな関係あるかと、自分がやってきたことの何が悪いんだっていう自信に変わったんですね。その瞬間に気づけたっていうことが自分の中ですごく大きなことで、そして次に歌わせてもらう曲が、そのきっかけになった曲なんですけども、この曲がなかったら多分今の僕はいないだろうし、もしかしたら歌っていなかったかもしれないっていうぐらい、本当に大事な曲です。皆様もぜひ自分の生まれた町、村、そこのなんか匂いとかね、風景とか、まあ声とかですね、そういうものを思い出しながら聴いていただけたら嬉しいなと思います。ふるさとという曲で、ゼミの声、君と歩めば行き過ぎた道、どこまで帰ろうか。空は晴れ晴れとして果てなき道のよう、いつか帰ろうと思えば先歩める幸せ、喜び悲しみ、ひとつひとつともに心に光を灯して、人はふるさとになる。星はいつこに流れて消えた、明けの空には昇る朝日の色、願い迷い去りゆく夢も幼き日々の糧、声にならない悔しさも全て抱えて、静かに遥かに広がる空を雲を見上げ、ここから全ては始まり、愛しいふるさとになる。時を
時を超えて残るものがここにはあるから。幸せ、喜び、悲しみ、一つ一つともに心に光を灯して、人はふるさとになる。静かに遥かに広がる空を雲を見上げ、ここから全ては始まり、愛しいふるさとになる。木島豊、野口亮、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。野口亮、そして木島豊の二人、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。アンコールありがとうございます。いやー、参っちゃったな、用意してないな、用意してへんわ、どうしよっか、ちょっと来ると思ってなかったですね。うん、これやな、でもやだなあ、それや。それでは、あの、今回一緒にね、音楽の方で協力してもらった久保田さんをゲストに交えてセッションしたと思います。これでもね、久保田さんはパーカッションやるんですよね。カホンですか、今日は。これね、本当にね、セッションなんですよ、今日は。セッションですよ。昨日お会いしたんですから、初めて。あのね、あの、曲名もまだ知らないです、この人は。すごいですよね。はい、知らないです。あの、自分もパーカッションやってまして、って、言ったんですけども、じゃあ明日叩いたらいいんじゃないですかって言って、そんなんですよね、はい、本当に。よろしくお願いします。それではちょっとセッティングがありますもんね。そうですね、ちょっと喋っておいて。あ、そこでやります？ちょっとこっち、いやいや、もうそ、いやいやいや、そんなもん来ましょうよ。なんかそこおかしいですよ、場所が。ぜひこっち来てください。イエーイ、久保田さん。久保田康明さんです。安明さん、イエーイ。あの、彼はですね、モザンビークで音楽CMもやっていたので、そういうことでカフォンを持って今日は来てくれました。普通なんかね、セッションしようとか言ったらやっぱりリハーサルしてるんですよ、結構ね。そんなん言うんですか。うん、今回は本当にしてないですよ。あらららガラス危ないかも、ちょっとね、これは。うわ、気をつけた方がいいですよ。失礼いたしました。ちょっとドキッとしちゃいましたね。うん、動かない方がいい、今。うん、そうですね。怪我はないですか？お怪我はないですか？大丈夫ですか？
大丈夫ですか、もう本当に気にしないで、そこをまずお洋服を、はい、着ていただいて。お食事とかには入ってなかったですかね、大丈夫ですか。まずお怪我をした方がいなければいいんですけれども、市川さんも大丈夫ですか。かかったじゃない、大丈夫。あれもしかして後藤さん PA？ ちょっと皆さんマルチな方が多いですね。そうですね、移り変わりながらの。大丈夫かな。大丈夫ですか。大丈夫。あ、じゃあその今の間に練習しましょうかね。そうですね、この曲も皆さんのご協力をお願いしとうございます。この曲はね、彼がサビでね歌う後に僕が追いかけるんですけども、その追っかけをみんなにやってほしいんです。みんなでも知ってると思うけど、知ってる曲ですね。ですね、この曲は24時間テレビで明石家さんまさんが歌詞を書きまして、それを無茶ぶりでビギンさんに渡してですね、これに曲つけてくれっていうふうに、いかにもさんまさんらしい、エピソードなんですけども、それで仕上がったことです。笑顔のまんまという曲なんですけど、知ってます。聞いたらもしかしたらあって言うかもしれへんし、ほんまにわからへん人もたくさんいると思うんですけども、すごい簡単な曲、シンプルで簡単なので、まあ、りょうさんの真似をしていただければ、だからうまくいかなかったらりょうさんのせいなんですけども、頑張りましょう。ちょっとやってみましょうか。じゃあサビのところね、あ笑顔のまんま、笑顔のまんま、笑顔のまんま、笑顔のまんま。簡単でしょ。皆さんちゃんと一緒に声出してくださいね。お願いしますよ。笑顔のまんま、笑顔のまんま、笑顔のまんま、笑顔のまんま。いい感じですけど、まだまだもっといけるはずです。笑顔のまんま、笑顔のまんま、笑顔のまんま、笑顔のまんま。風見教授も歌ってらっしゃるんですから、皆さん4倍5倍の声でお願いします。笑顔のまんま、笑顔のまんま、笑顔のまんま、笑顔のまんま。いいですね、大きい声出してちゃんと出してると皆さん笑顔になるんで、もっともっといきましょう。笑顔のまんま、笑顔のまんま、笑顔のまんま、笑顔のまんま。いいですね、いいですか。じゃあいきましょう、聞いてください。笑顔のまんま。
しい時には涙ぐんでる。そんなあんたはどうしようもないアホや。あさってもしあさってもやめられまへんわ。変われないからお前も頑張れよ。だからそんなあんたを、あんたを見てるとやっぱよく考えたらムカつくわ。許せんけれど笑けてくるわ。笑顔のまんま、笑顔のまんま、そうさ人生生きてるだけで丸儲け。笑顔のまんま、笑顔のまんま、そうさ That's what says あの時はあの時さ。僕につられてちっちゃくならんでいいんですよ。みんな声を聞きたいって言ってるのに、ちっちゃなったらもう笑顔のまんま、笑顔のまんま、いいですね。仙台ラストナイトにふさわしいですね。もっといけそうな感じですね。笑顔のまんま、笑顔のまんま、松山千春みたいになってます。大丈夫かな。大丈夫ですよ。なんかおかしなことやってる。笑顔のまんま、笑顔のまんま。今日みんないいですね。なんかいいことあったんですか。じゃあ女性だけ、女性だけね。笑顔のまんま、笑顔のまんま、皆さん綺麗、気持ちいい。じゃあ男性諸君お願いします。笑顔のまんま、笑顔のすごいね、重低音がすごかったですね。伴奏できへん、びっくりですね。笑顔のまんま、笑顔のまんま、すごいね。今日すごいですね。今日仙台1位ですよ、これ。野口亮、笑顔のまんま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 。皆さん合格ですか。ダメですね。ダメ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 。笑顔のまんま、笑顔のまんま、笑顔のまんま。ちっちゃしたらあかんの、あかんの。久保田さん、久保田さん生声。笑顔のまんま、笑顔のまんま。そしたらみんなでいきましょう。笑顔のまんま、笑顔のまんま、そうさ人生生きてるだけで丸儲け。Oh, 笑顔のまんま、笑顔のまんま。本当に皆さん今日は本当にありがとうございました。素晴らしい出会いをありがとう。僕が音楽を君にあげるから、君の笑顔を僕にください。野口亮、久保田さん、久保田さん、風見教授、風見教授、みんな
ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもう一度大きな拍手で、皆さんにも拍手で、ありがとうございました。ありがとうございました。ではそのままそちらにいていただいて、はい、では風見教授から最後のご挨拶をお願いいたします。もうこの後に話すことはないぐらい感動しました。で、本当に大阪からおいでいただきました。キャラバンで車でね、いただいたんでしょ、車電車車、本当に今日帰るんですよ。明日帰ります。よかった。今日は飲みますよ。飲みますね。ベロベロに、今日はベロベロになっていいですよ。今日は毎晩なってますよ。毎晩ね、なってるから今日もじゃあやりましょうね。はいはい、今日本当にもう僕がイメージしてたそのアートの力っていうのは言葉じゃなくてね、だから今日これはやっぱりね、本当に一番お礼言いたいのは、さっきも言ったと、これを本当につないでくれたあゆみさんなんです。これもう一度皆さん拍手してください。彼女も本当に人をつなぐのがね、素晴らしい。皆さんこの中でそういうつながりでね、僕とつながった人もいるし、それぞれつながっていただいた人もいると思うんですけど、彼女のそういう 縁を結ぶ力は素晴らしい。で、もう本当に今日思ったのは、これね、僕はね、真剣にね、その生きてる人って大好きなんですよ。で、本当に真剣に生きてるだけでも、それだけで愛せる。それはね、やっぱりこう、真剣に生きてる先にしかね、やっぱこう、生きてる実感ってないよね。ね、こう、大阪はほら、ちょっと照れたりするけど、実は本当は暑くて、やっぱこう、思いっきり生きてるやん、ね、生きてるやない。だから、本当にその、真剣に生きてるっていうのを、今日ね、持ち帰ってほしいので、僕はね、今日聞いててね、いろんな構想が湧いてきた。あれもやらなきゃ、これもやらなきゃって。どう？そういう感じがしない？この心の中で。それって生きるってことなんだよね。ね、わかるでしょ？ほら、拍手してくれて。素晴らしいアートだよ。でね、あと、本当にね、こう一生懸命生きてると、みんな支えてくれるの。で、僕も本当にこういう会を2回目ね、持ってて、あ、ごめんね、立ちっぱなしにして、立って慣れてるからね。学校とかでね、立ってたから大丈夫。やっぱりね、支えてくれる人がいてね、こう来てるの。で、今日本当に、ほら、もう今最初に、みんなに拍手してもらったけど、あゆみさんはもちろんだけど、みんなこうやってずっと立ちっぱなしでサービスしてくれた、スタッフのね、みんなにぜひ、感謝をの気持ちを。あとね、この音響って、なんかステージになっちゃってるから、ちょっと感謝し忘れちゃうといけないから、この、やっぱ PA をしっかりやって、しかも、まず後藤さんにまで出しちゃった。この、それとね、あと、大家さん、こっちで、今日、ユーストリームをずっと撮っていただいて、東京に帰るかしら。僕、心配、それ。大丈夫？もう本当に忙しい中を、来ていただいて、すごい素敵な、女性です。で、みんなに、支えてくれたみんなに、拍手をお願いします。本当にね、そういう支えがあって、本当に一緒に、こう気持ちを一緒にね、こう生きてくれる人がいるから、本当にね、我々、本当に楽しく生きれるなと思います。で、今日、ほら、高田屋さんも急にお声掛けして、今日途中から駆けつけてね、いただいてありがとうございます。高田屋さんにも、ぜひ拍手をお願いします。それで、やっぱりまあ、最後ね、だと思ってるでしょ？最後。やっぱもう一度僕はね、何度お礼を言ってもね、足りないの。なんていうのかな、やっぱりこう感動をこうね、感動をもらう、あ、もう一回アンコールとは言わないからね。用意してないからね、もうね。今何を求められてるんか、ちょっと全然わかんない。いやね、感謝を言いたい。そうでしょ？またトーク始まってるけど、ね。はい。いや、僕で本当に、やっぱりこう、さっき言ったインスピレーションで、ちょっと付き合うので、もう二人ともすごい大好きな人なんだけど、まあ、この後ね、ゆっくり。朝までは行きませんけど、僕は明日公演があるもんだから。でも、皆さんも、今日のね、この、本当にこう、一生懸命頑張ってる、その、アートの力って、やっぱ自分が、自分のまま生きてくれっていうことだなって、僕はね、曲を聴きながら思ってました。で、いろいろしがらみもあるし、いろんなね、飯を持ってたり、背広も着てるし、よくわかんないけど、いろんな自分を身を包むものってあるじゃない。でも、そういうものを取り去ったときに、やっぱりこう、自分自身が、一番ね、素敵な自分であってほしいの。だから、僕ね、思ったのは、能力がないのは一つあってね、僕ね、不機嫌でいられる能力がないの。ってよく言うの、みんなに。もうなんかね、すぐ楽しくなっちゃうんですよ。だからずっとこう落ち込んでられない性格なの。
それってなんかやっぱりこう自分は自分を大切にして生きてきたからね、なんかやっぱこう皆さんが本当に自分を大切に生きてほしいんですよ。でみんなが本当に元気になってほしいからこういうことをやる の, そのみんながね元気になって僕が行ったりして元気に なりましたとか言われると嬉しくて徹夜でやってるの。でもそれでもエネルギーもらってるから多分寝なくても人間大丈夫な人がいるのかなとか、まあ、そんなことないかな。で、まあ、学生がいつも心配してくれてるんですけど、でも本当に元気って交換するもので、さっきほら笑顔でねたらもう人生丸儲け、はい、素晴らしいね最後の歌なんか最後メッセージ、それ今日はねそれみんな持って帰ってほしいなっていうふうに思いました。本当に生きてるだけでね、生きて楽しく生きてればもう本当に丸儲けだよね。そうですね。で我々は、はい、アーティストはそれを作り出そう、それが、はい、で、あのみんなそのアーティストになってほしいの今日からね。やっぱなんかのアーティストになるとね虫になるから、こうちょっと上司の言ったことなんて忘れちゃうから大丈夫、まあ、あの明日行くといるかもしれないけど、まあ、それはまあそれでね、でもそれにこう耐える力がねアートにはあるね、うん、なんかそれをこうみんなちょっと感じてくれたかなっていうふうに思ってます。で、まあ、本当にこういう素敵な仲間を作っていくのがやっぱり生きるってことだと思うんですよ。本当にね、あの明日明後日ずっとあるけど、でも今日それが分かっただけで明日から変わるでしょ。だからぜひそういうふうに自分を大切に生きて、でこれだけの素敵な仲間がいるわけだから、みんなでつながり合っていきましょう。ということで最後にね、お二人にこの素晴らしい感動を与えていただいたお二人に盛大な拍手をして終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。久保田さんにも大きな拍手を、そしてスタッフの皆さんにも、そして風見教授にありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、風見カフェラボ第2回を終了させていただきます。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございました